うおー、いっけー、うわっ、うわっ、来ない。何が来るんだ。まだ来ない。次か。ああ。もう一枚来い。もう一枚。来たー。はあ。はい、どうも皆さん、こんにちは。会長です。今回ですね、セイバーオルター使っていきたいと思います。まあ、セイバーね、今この状態で復刻しても、マジで誰も使わないんじゃないかっていうぐらい本当に弱いんですけど、ヒーローアクションがね、めちゃめちゃ火力高いんですよ。まあ、優秀かどうかはさておきね、めちゃめちゃ火力高くて強いんで、まあ、今回はね、オーバーロードコラボ復刻してるんで、桃鍋積んで、桃鍋 HA でね、ちょっと相手を縛っていきたいと思うんですけど、誰かの企画に似てるとか、まあ、言われそうかもしんないんですけど、まあ、思いっきりパクってるんで、まあ、別にね、言い訳するあれもないです。はい。めちゃめちゃパクってます。で、モモンカノーネで、とりあえず、倒して、まあ、C 触っちゃおうかな。いや、味方頑張ってる、ナイス。いや、どうしよっかな、これ。それがとつやられんのか、ごめんね。これ貯めてもいいな。当ててくれてるけど、もうどうしようもないんで、一旦引きましょう。で、イエーガーが切れれば、マジスク当てれるんで。はい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 。いや、だるいな。これは。うわー、イデアやばい。ごめんなさい。それは無理だ。いや、モモン HA1 段か。ちょ、なんかさ、いい感じに使うところなくね。普通に耐久で使った方が強いんだけど。やばい、これキリトの感覚で HA すると。やれないの？これがね、セイバーウォルターなんですけど、相手のね、タドアミが、なんかピカチュウが最近やってるデッキと全く一緒なんだけど、流行りなんですかこれは。ちょ、いい感じにタドアミかアクアに対してモモン HA を当てていきたいですね。まあ、彼らは体力が高いんで、まあ、しっかり縛っていきたいんですけど、スタン当てたら、おっと吐く。これこけてもよくないか。まああれはしゃあないな。前転。相手のヒーロースキルが溜まってます。これはどうしましょう。はい。え、待って、2段が出ない。ちょ、2段が出ません。ちょっとセイバー、何年ぶりかっていうぐらい使ってないんで。2段ね、2段。やばい、キリトの2段の感覚で出しちゃうんだけど。合わせますが、味方のルティアーノがたまるか否か。14秒だから、このヒーロースキル、なん、おっと、ここでヒーロースキルが炸裂していく。かっこいいです、エクスカリバー。なんだって、はい。痛い。失礼しました。失礼しました。じゃ、一回ぐらい決めていいですか？ちょ、今回ね、めちゃめちゃ気持ちよくなろうとか、そういうわけではなくて、うまくいけばいいなぐらいのあれなんで、本当に使わないから、ちょ、待っててほしい。はい。次頑張ります。はい。すいませんでした。2戦目頑張っていこうか。ヒーロースキルがね、このステージかなり強いんで頑張っていきたいんですけど、相手の編成が体力が高いわけでもなく、スタンが当てやすいわけでもなくというね、なんともやりづらい相手なんですけど、まあ頑張って倒していきたいね。デッキは変わらずで、
まあやっとちょっとヒーロースキルじゃなくてヒーローアクションがキルトよりね遅いんだということが分かったので、まあしっかり貯めていきたいんですけど、イエーガー張った周りは拾いに行けないんだよね。戻って号令くれたらでかい。あっ、やめてください、もうそんなん知らんて。やばい、やば、いやー GBG のイデアか。モモンがねー使わんねー、貯めるか。イエーガー HA というか、まあ通常でよかったな。まあ普通に倒せるところは普通に倒していきたいね。構えてる。ヒーロースキルがもうすぐ溜まるんで一旦待ちましょうか。 OK、 これで前出たい。いや味方のカバーに行きたいね。はい、やった、はいはいはい、よし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 、待って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 、やばい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 、はい復帰。やれない、回復あったら嬉しい、なさそうなんでモモを吐いて、モモ HA いいよ、痛い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 、まあ、とりあえず C にヒーロースキル入って勝ちかな。ナイス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 。でヒーローアクションで固執すぎて倒せるところまでちょっと変なことしてたんで、まあ、しっかりね倒せるところは通常で、まあ、通常とヒーローアクションの使い分けしっかりねしていきたいね。まあ、あとちゃんと硬い相手に対してだけモモンで HA、まあ、するって感じかな。まあ、タンクを相手に引けたらいいなって思います。はい、3戦目も同じステージで、まあ、相手が GBG なのはちょっといただけないね。まあ、イデアがだるい。まあ、レムヒーロースキルとか、まあ、そこら辺をヒーローアクションで返せるといいかなって思うんですけど、まあ、とりあえずマジスク抜いてシルエ積んできました。歩いて歩いて、まあ、シー勝負かな。モモンタッチ、あーだるい、だるいだるい、やれる、オッケー、やれる、やってくれやってくれ、待って、やばい、やらかした、やらかし侍した。いやまたキルトでヒーローアクション出しちゃった。もう難しいって、いやちゃんと意識しないと、なんかこういうとっさなプレイだとやっちゃうな。あれはしゃあない、うまい、なるほどね。
ナイスすぎる。オッケー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 、いいよいいよいいよ、使い分けてる使い分けてる使い分けてる。いやマジでモモン切る場面がない、頼むって。帰るか、まあ、イデア警戒して手前側のくぼみにこれ合わせればいいで倒せる。おっと待てよ、俺のヒーローアクションの出番は来た来たー、神ゲーいただきました、モモンヒーローアクション最高すぎる。やばい、いやーリベルル長い、まあ、これは通常だな。ナイス、いやーちょっとね嬉しいね、これかこれか、噂のねあれかあれか、なるほどね、うん、ちょ一人で盛り上がっちゃってね面白くないんですけどね。いやーよかったね本当に、これですよ皆さん、ロマンですね、すごく楽しいです、素晴らしい。いやーなかなか難しいね。まあ、ただまあ今回ねイデアが相手多かったんですけど、イデアがなければモモを張って普通にガンナを追いかけてみたいな立ち回りもできるんで、全然ね使い方考えればいいかなって思います。めちゃめちゃ相手がね難かったね、うん、まあ、タンクとかいればもっとね使いやすいかなって思うんですけど、まあ、ちょっと今回はダメだったということで、いやいい感じに決まってよかったです。はい、ありがとうございました。